で進んだかな。早く鳴神大社に戻って様子を見てみよう。あやかしたちの記憶じゃ、長いこと体を伸ばして空を飛んでいなかったようじゃな。わらわについてこい。どうしたわっぱ、緊張しておるのか。だってこんな光景見たことないから。本当に月明かりが遮られた。この光景だけで言えば確かに恐ろしいやもしれぬ。じゃがただ騒ぐのが好きな勇敢な奴らじゃとわらわは知っておる。たとえ凄惨な戦いで身が滅びようと魂が迷うことはなかった。ただ時は短きもの。宴は終わりが来るものじゃ。そんなに名残惜しいならわらわと共に唱えるがよい。白身に申す。鎮魂のため祝いたまえ。祝いたまえ。導きたまえ。今晩キツネお姉さんの秘伝術を唱えれば願いが叶うらしい。白神に申す。鎮魂のため祝いたまえ。導きたまえ。かすこみかすこみかすこみの申す。裏臭い。何時は元気にしておるかと聞いたが、わらわは本当に毎日楽しくしておる。じゃが今何時らが去るのを見て少し寂しく思う。ほんの少しだけじゃぞ。ふむ、わらわが想定していた通り儀式。ん？わらわは何ともないぞ。でもさっき様子が。大丈夫じゃ。ミコ、もし心からわらわのために何かした。おお、分かった。今度。うむ、であれば次に会うのを楽しみにし。わっぱよ、来たか。ミコ、なんでオイラたちのと。それは何時らがおごってくれるか。一番高い料理と一番うまい酒をタダでいただけるんじゃ。店主、この二人を覚えておくんじゃぞ。か、はいよ。どうしたんじゃ二人とも。はい、これを食べてみよう。西来島の近くにしか生息しない魚じゃ。釣れた後夜通しで稲妻城へ。もしくはこれを飲むか。こんな子、もちろん酒を飲まなくてもよい。果汁もたくさん。おい、み
うん、そうじゃったか。はあ、それが何じゃ。この間わらわにおごると言ったのは。でもこれってすごく高いんだろ。それなら大丈夫じゃ、問題なく払えるぞ。わらわたちがいっ、な、なんだ、まさか。あの時のし、なんじらの今の姿、実に滑稽じゃぞ。ああ、そうじゃ。この前の無月の夜、願い事をしても何も起こらなかったから、まじない。じゃから、旅人の奇妙な冒険、締め切りはもうすぐじゃ。頼んだぞ。そうしてくれて感謝する。そういえば鳴神大社で行った修礼儀式、まさかあの頑固頭から手紙をもらう日が来る。はあ、別に良いじゃろうに。行ってちょうだい。